はい、はい、始まりました。ピンクリボンアートフェス準備中かっこ祭り、よいしょ、よろしくお願いします。よろしくお願いします。第8回ということで8回目ですからね。早いですね。早いですね。もうあっという間でございます。はい、楽しくやっていきたいと思うんですけど、はい、まずじゃあ MC の自己紹介からよろしくお願いします。はい、はい、MC の服部奈乃です。よろしくお願いします。よろしくお願いします。はい、すいません、はい、最近著しく太ってしまった榊原拓也です。よろしくお願いします。よろしくお願いします。小太りじゃなくなっちゃう。あの本当にここに来て普通にデブになりつつあるという。やばい、なんか代謝がすげー下がったんですかね。信じらんないぐらいつくんですよ、肉が。へー、特にお胸とかお尻とか。確かになんか太いですね。そうなんですよね。いや、なんてこと言うんですか。まあそうなんですけど、女性につきやすいところみたいなところ になんか脂肪がついてきて、はい、だから最近ずっと黒ウーロン茶ばっかり飲んでますね、さっき今も飲んでますけど。黒茶飲んでましたね。はい、まあそんな感じでお互い頑張りましょう、はい、そうですね。私もジム最近。あ、本当ですか。はい、ジムって難しいっすよね。難しい、割となかなかね、はい、まあでも2人ともじゃ、ね、ジム通いの2人ということでよろしくお願いします。さあ早速ですけども、はい、番組の簡単な紹介の方を、はい、お願いします。はい、こちらの番組はピンクリボンアートフェス準備中かっこ祭りは楽しいから始まるピンクリボンをコンセプトに、さまざまなジャンルのアートや音楽を通して、乳がんの早期発見早期治療の大切さを伝える番組です。アーティストさんによるトークやライブ、作品紹介とともに乳がんの情報もお届けいたします。はい、はい、ということでね、はいはい、楽しいから始まるということで、まあ、楽しくやっていきたいんですね。はい、オープニングの動画は、オープニングの動画は、はい、宮崎県日南市油津から生まれたお魚アイドル、うん、ボニートボニートさんです。小学2年生から4年生までのメンバーで日南市をアピールしているアイドルユニットによる準備はいいかをお届けいたしました。はい、ありがとうございます。毎回可愛くて ね元気に始められますね。本当それこそ本当もう小学校2年生じゃないですよね、はい、多分年、あ、もう年度末変わったから変わりました ねここに来て成長ここで見れるかもしれませんね本当に。でも本当にいつか会ってみたいなと思います、ね、本当に、はい、なのでやっていきたいと思うんですけど、はい、皆さん今回もまたゲストの方を呼んでますので、はい、じゃあ早速、はい、紹介していきたいと思います、はい、本日のゲストはシンガーソングライターの広瀬よしゆきさんです。どうぞ。おおお、どこだどこだどこだ、あれあれ来てない、帰っちゃったのかな、あれあれ皆さんとこんにちはと言ってます。広瀬よしゆきです。はい、よしゆきさん声拾わないと思います。よろしくお願いします。広瀬よしゆきさんです。どうぞじゃあこちらの方に。お疲れ様です。お疲れ様、よろしくお願いします。まさかのあのですね、往年の高田純次スタイルでいらっしゃるとは思わなかったんですけども、はい、よろしくお願いします。広瀬よしゆきさんです。イケメンの顔が。はい、びっくりしましたね。もっと僕、スパッと出てくるのかと思ったら、ぬるっと出てきたんで、イケメンがぬるっと出てくる。すいません。すごい。はい、でも、コミカルで、はい、目の方用意してます。よろしくお願いします。じゃあ、ちょっと、はい、よしゆきさんの広瀬よしゆきさんの紹介をさせていただきます、はい、純度 200% 魂の歌声としてデビューした孤高のシンガーソングライター広瀬よしゆきさん、30歳目前目目前で目前でしょ、ね、30歳目前で脱サラ悩めるアラサー世代の代弁者として各地でライブ活動も行っております。ミュージックビデオは現代に生きる者の孤独さと儚さ、儚さ儚さ、儚さです、儚さ、いつもこんな調子なんですすいません、あのですね、よしゆきさん今日は特にひどいすいません、初めて読む文章です。儚さ、はい、そこに立ち向かおうとする姿勢が表現されており、うん、ユニークなスタイルで描写された深みのある歌詞も印象的なシンガーソングライターです。はい、ありがとうございます。もう孤高のシンガーソングライターさんということで、うんうん、なかなか自分で言えないですね、孤高って、はい、でもこのね、あの30代目前に脱サラされて悩めるアラサー世代代弁者ということで、はい、素敵なじゃないですか、それは。ありがとうございます、恐縮です。はい、バシバシいい話が聞けそうですね。はい、はい、じゃあ早速ですけどね、はい、あ、で続いてあれがあ、そうだそうだ、今日初の試みがありまして、はい、今日から、ツイッターを通して生
質問を受け付けたいと思いますので、はい、ツイッターでね、はい、広瀬さん、ぜひ広瀬さんに質問あったり、はい、まあ、私たちにも何かあったらとか、はい、あと乳がんについてのことなど、はい、まあ、答えられる範囲ですけど、はい、何か、質問などあったら、はい、ツイッターでですね、ハッシュタグピンクリボンアートフェス準備中と打っていただいて、はい、あれば逐一奈々さんがチェックしてますので、すね、読み上げるということにやっていきたいと思いますので、皆さんご協力よろしくお願いします。では早速ですね、はい、広瀬芳之さんと事前にですね、はい、質問を答えていただいたので、はい、フリップでいきたいと思うんですけども、はい、まずゲストトークですね、はい、音楽についてバンドを始めたきっかけはということで、はい、マシューズ兼マーク、はい、とだけ書いてあるんですけどもこれはちなみに、はい、マシューズ兼マークというのはですね、はい、僕の高校の同級生なんですけど、同級生さんなんですね、はい、入学した時に、はい、高校に入学した時に、はい、めちゃめちゃギターのうまいやつがいて、マッシュってやつがめっちゃギターうまいと。マッシュってギターうまいんですか。マッシュっていうやつがめっちゃギターうまいっていう噂がこう、はい、噂が広まって、噂があったんですか。でどうもそいつがバンドやってるっていう話で、ベースがおらへんから、うん、バンドやるのにベースがおらへんから、うん、お前ベース入らへんかって言われて、はいはい、マッシュと一緒にバンドを組んでたアナンっていうやつから言われたんですけど、マッシュとアナン、うん、アナンは日本人なんですけど、あ、そうなんですか、はい、まあアナンって日本人なんですけど、もともとはそのマッシュっていうやつがもう中心になってやってて、うん、でベース探してるということで、でベースで入って、でベース弾かれへんからすぐ辞めたんですけど、まあ、それでまあ音楽 の, きあの出会いというか、あ、きっかけはそこから、はい、ベースから入ったんですね。そうです、そうです。あ、そうなんですか、はい、ベースできなかったから、全然できひんし、ボーカルの方がええな思って。あ、そうなんですか。え、その当時はギターは普通に弾けてたんですか。弾けないです、何も弾けないです。え、あ、そうなんですか。歌も歌えへんし、ギターも弾けへんし、あ、そうなんですか。何もノウハウがなかったんですけど、歌歌いないたいなという思いだけはずっと持ってて、でやめて歌を歌い始めました、はい、これきっかけか。まあ、だから音楽と出会ったきっかけですね、はい、マシューズ兼マーク君が。かっこいいな、マシューさんがやってるギターが。そうです、すごいですね、はい、もうそいつはもうバンドはやめて、はいはい、もう今は築地で貿易の仕事をしてるんですけど、いや、すぐそこでめっちゃ近いところ魚を売ってるんです、ね、あ、そうなんですね、はい、マシューさんが魚売ってるんですね。今も魚売ってます。素敵じゃないですか。きっかけがそのマシューズ兼バンドさん。兼バンドじゃない。マシューズ兼バンド。ごめんなさいね。クレイジー兼バンドとこっちゃになっちゃいました、ね。すみません。はい、ね、誰だろうって調べてくれた。いや、そうなんですよ。僕最初になんかその有なんか言っちゃあれですけど、なんかそういうね、なんか有名な人かな、ギターの海外のアーティストの方なのかなと思って調べたら、マッシューが引っかってなんか。よくわかんない YouTuber ばっか出てきて、そう、誰だろうかなとかと思って、で奈々さんがまた間違えちゃったのかなとかっていろいろ考えながらだったんですけど、あ、それがきっかけだったんですね。そうです、これはもう完全な本名で、あ、へー、イギリス人のマシューズ兼マーク君がきっかけで。あ、そうなんですね、はい、まあ、お母さん日本人なんですけど、ね、お父さんがイギリス人で。そうなんです、それがバンド始めたきっかけということで。そうです、音楽と出会ったきっかけですね、ですね、はい、続いてなんですけど、大切にしてることはということで、はい、うん、嘘を歌わないこと、はい、ということなんですけど、そうですね、まあでもその、そうですよね、脱サラされて、うん、もう本名そのままの気持ちを歌うと書かれてますけど、うん、そうですね、はい、まあ、嘘を歌わないというか、うん、本当のことを歌うということですね、うん、本当に思ってることを歌うと、うん、いうことは意識してます、うん、ああ、その場その場で感じたことをそのまま文にして、そのままも、そうですね、そのままみたいな、はい、心がけてることとかあるんですか、なんか。そうですね、やっぱり詩を書くのが難しくて、はいはいはい、同じ言葉を重複させないようにしたりとか、うん、こういろんなことを付け足していくのは割と簡単なんですけど、はいはい、いらないものを削除していくって結構難しいと思うんですよ、はいはい、作詞に関わらずいろんな仕事って多分そうだと思うんですけど、はいはい、それがやっぱり一番センスを問われるなと思いますね。はい、難しい、そんなことできない、ね、すごいですね、やっぱシンガーソングライターさんって、ね、詩歌う演奏全部やるじゃないですか、すごい、僕もうマルチタレントのそのままみたいな思うんですよね、すっごいな、まあ、続いて、はい、流行っていること
ご自分でですね、はい、マイブームですね。マイブームということで、うん、犬と戯れること、はい、急に可愛いの出てきましたけど、かわいい、もうこれは別に、うん、今に始まったことじゃないんですけど、うん、あの愛犬のネネという、うん、あ、ネネちゃん、女の子なんですけど、まあ、もう13歳なんですけど、あの実家京都なんですけど、実家にいるときは基本的にネネと過ごしてます。ネネちゃん、え、犬種はちなみに、柴犬とハスキーの雑種なんですけど、はい、まあ、見たパッと見は秋田犬なんですよ。パッと見は、え、あ、そうなんですか、はい、動物病院に連れて行くと、はい、立派な秋田犬ですねって言われるんですけど、すいません雑種なんですっていつも言うくだりがいつもあるんですよ。あ、そうなんですか、はい、13歳で、すごい、まあまあのおばあちゃんなんですけど、ね、まだ元気で、はい、犬戯れるっていいですね、なんか絵になりそうです ね、ジャケット写真でこうなりそうですけどね、こうやって、そうですね。すいません、何とも言えない、困らせてしまってすいませんでした。ありがとうございます。そんなですね、はい、はい、まだどんどん話聞きたいんですけども、はい、続いてエレクトリックダウナーメソッドの紹介ということで、はい、そうですね、はい、実はあの広瀬芳之さん、うん、この番組の、うん、エンディング動画を、はい、担当してくださっていて、はい、この番組の5回目からあの、うん、今日もね最後は流させていただくんですけれども、その曲をちょっと改めて少しですけどちょっと流して、ね、皆さんで聞いてみようと思いますので、はい、本人の方がいらっしゃいますしね。はい、じゃあそれではこれをみんなで、はい、せーの、 VTR お願いします。急に行くからね、こういうの事前に言ってほしい。はい、ありがとうございます。これ題名の意味って、はい、ちょっと私カタカナすごい弱くてエレクトリックダウナーメソッド、メソッド、はいはい、この意味はエレクトリックはそのまま、うん、まあ、エレキ的なということですね。でダウナーっていうのはそのアッパー上げ上げの逆、気分を、沈ますという意味ですね、はいはいはい、でメソッドっていうのは英語で言うと方法とか、そういうものですね。ですからその、はい、エレキ的な気分を沈ませる方法というタイトルの意味ですね。なるほど。エレキ的なっていうのちなみにどういう、あ、じゃあ音がサウンドがもうそのまま、あ、なるほど、はい、なるほどなるほど、エレキギターを使ってるので、はいはいはい、まあ、あとエレキベースでやったりとか、はいはいはい、サウンドがまあ、エレキサウンドなのでという意味ですね。なるほど。ダウナーってことで、まあ、ゆっくりなんか聞き入れられますね、うん、ずっとうんって、うん、この曲作ったきっかけとか思いはどういう感じなんですか。そうですね、はい、まあ、あのその冒頭ご紹介いただいた通りですね、はい、まあ、そのまあ、アラサー世代ということで、まあ、30を境にしていろいろ社会に対して思うことであったり自分自身に対して思うことを、うん、そういうものをこう曲にしたということですね。なるほどね、はい、PV 見たんですけど、うん、なんか PV の時と今全然違いますね。やっぱね、ヒゲがない、ヒゲがないからですかね。そっか、あと目線も今もすっごい柔らかい感じの、ほんますか、はい、すごい柔らかい。今 PV 見てびっくりしましたよ。なんかやっぱりなんか本業というかやってる時はやっぱり顔が変わるんですね、やっぱりね。え、全然違いますよ、本当に。違いませんでした。そうそうね、なんかやっぱり、あ、ほんますか、はい、うんうんうん、じゃあ多分中身も柔らかくなったんですよねこの時より。なんだろうな、イケメンはいろんな伸びしろがあるからいいよな。いやいや、イケメンじゃないです。そうだな、ね、太ってる場合じゃないよね。いや本当ですね、本当に。いくらでも飲みます黒ウーロン茶マジで。そうね、はい、ありがとうございます、素敵な歌で、はい、はい
でここでここからですね、はい、あのタコタコ紹介タコ質タコ質問ですか、はい、はい、ということであの音楽仲間の、うん、はい、マリンさんからお、はい、ちょっと質問をね、はい、何問か聞いてるんで、マリンさんありがとうございます、はい、マリンさんですね、お久しぶりです、はい、吉幸さんを一言で表すと、はい、侍お、うん、侍ということでギター侍いやそれちょっとそれは違います、全然レンタの神様が急にすっと入ってきたんでまあまあ切ってるつもりなんですけどそうですね、結構ね愛席を切ってますってことで、あ今画像的にマリンさん、あ、はい、これ自分で言われてなんかありますちょっと お亡くなりになったはい、なんか独特なマリンさん生きてありますから元気にしてありますから、これどういう感じで自分で言われてなんか当てはまります、あ侍かみたいな、でもそうですね、まあ、やってることはなんかやられてることなんかその世間に対してのそう、はい、うん、どうなんですかね、うんうん、これマリンさんにも聞きたいですね、なんで侍かと思ったのか、ね、 ね、そこが聞きたいな、侍、ね、うん、現代を生きる侍ということで、捕まりますからねいや本当です、ね、本当ならば、それがあれじゃないですよね、プライベートござるとかしゃべらないとかではないですよね違います、はい、まあでもなんか言わんとしたことは分かりますね、うん、侍というか、うん、不思議な感じが、うんうんうん、クールな感じで武士道的なね、うんうん、そんなのはすごい感じます、はい、マリンさんからまだまだありますね、はい、はい、マリンさんからですね、うん、吉幸さんのお茶目ポイント、うん、ものすごいイケメンなのに素朴なところ、うん、あでも素朴です、うん、イケメンかどうかは別として、はい、素朴ですよ、いやイケメンです、ありがとうございますマリさんも声も素敵だから、はい、素朴なんですね、普段とかなんかプライベートの趣味とかって何なんですか、その趣味は犬と遊ぶことです、ね、やっぱそこなんです ね、 ちゃんとね、でも素朴ですよ ね、うん、可愛らしい感じの素朴なところということで、うん、ものすごいイケメンになる素朴なところでマリンさんもなかなかの文を書きますね、うん、はい、また一言、はい、マリンさんから吉幸さんに一言、はい、世界観の大ファンです、うん、これからも素敵な曲をたくさん聴かせてください、ずっと応援し続けます、ありがとうございます、ずっと続けます、ありがとうございますマリンさん、信じられない素敵な言葉をいただきましたけど、この身が果てるまで続けますかっこいい、大丈夫です、心配しないでください、急に侍、応援よろしくお願いします、そうですね、やめるときはもうグッつって行くしかない、切腹してますんで、はい、でマリンさんに解釈してもらう、はい、素敵、はい、マリンさんありがとうございます、ありがとうございます、さあここでですね、さっき受付をね、はい、募集しました、はい、質問コーナーに移りたいと思うけど、はい、どうですか、何個か来てます、はい、はい、これは吉幸さんに対しての質問ですかね、吉幸さんに対しての質問がいっぱい来てるんですけれども、はい、うん、そうですね、今何歳ですかって、34歳です、今年の10月で35歳です、うん、34歳、おいくつの時からあの始められた、その本当にその高校というか、あそうですね、15歳ぐらいですか、あ、そうなんですね、高校入ってすぐなので、はい、ずっとそれで、はい、それ素敵だ、なんか単純なんですけど、なんか好きな映画は何ですかって、最近見て面白かったのは、うん、はい、あの最近じゃないけどインターステラーっていう、あれなんか宇宙の映画ですね、はい、はい、どんな映画でしたっけインターステラーって、あのインターステ、ね、あのまあ宇宙を、まあ、地球がもうダメになるから、はい、宇宙へ出て、はい、地球が人間が住める環境を探すっていう、もう宇宙大作なんですけど、あのマシュー・マコノヒーが主演で、マシュー、ここにもマシューがそのマシューじゃないあれここのマシューじゃないんですか、ちょいちょい出てきますね本当ですかマシュー、で、まあ、もうその物理学的にもしっかりとした方法でブラックホールだとか、うん、ワームホールだとかっていう宇宙の構造が描かれてて、うん、すごい素晴らしい映画でした、あそうなんですか、あのバットマンの監督がやってるんですよ、名前忘れたんですけど、バットマンシリーズの監督が、あそうなんですか、超大作です、SF 面白そうですね、素晴らしいです、続いてありますか、ね、もう一問ぐらい言っときますか、じゃあ彼女いますかだって、わおなかなか踏み込んだ大丈夫か、あれないかツイッター、いません、わーいや、わーじゃなくてほんまにいません、あそうなんですか、はい、大募集中ということで、募集中で、募集はしてない、あしてない、かっこいい素朴、そこもやっぱ武士道、武士道募集じゃなくて、うん、恋といや、そういうことじゃないそういうことそういうことではないですけど、いやいや、もうそんな、あの、うん、
今そんな時期じゃないんですよね多分。そのあんまりこ う, そ う, いう彼女が欲しいとかっていう、まあ、言い方あれですけど、うつつとかじゃなくうつつを抜かすとかなく音楽に向き合いたいみたいな。彼女とかもね、うん、それは大切ですよ。ただ今はもう音楽が恋人ですね。うん、そうですね、なるほどね。それかねね飼ってらっしゃるねねちゃんが恋人かもしれない。ねねとの時間が大事ですね。いや音楽じゃないの、音楽の時間じゃないの。ねねちゃんに叶う女性が来たら ね、 そうですね、はい、いずれはね、はい、よろしくお願いします。質問ありがとうございました。ありがとうございます。さあ続いて、はい、そんなこんなで、はい、で吉行さんとですねこの後ですね、はい、今度はあのピンクリモンクイズということで、ね、あの僕たちも、はい、僕とあの吉行さんがもう答える側でございます。で奈々さんがピンクリボンクイズを出させていただくので、この丸と×で、はい、あの答えてください。はい、はい、それではじゃあ奈々さんお願いします。参ります。でこれ、うん、あのジャジャンを言ってほしいコーナーなんで。ジャジャンを言ってほしいコーナー。はい、じゃあジャジャン言いましょうか。ジャジャン言いましょう。せーの。ジャジャン。はい。乳がんは、自分で触って見つけることができる丸か×か。一斉のがせで。一斉のがせ。一斉のがせで答えます。合ってます。一斉のせいじゃないですよ。一斉のがせです。一斉のせいですよ。一斉のせいじゃなくて、いやもうその結構地方出身なんです。すごいよ、カントリーすぎますよ。そうなんだ、カントリーがすぎますよ。一斉のせいで答えますね。はい、せーの、一斉のせい。はい、丸と×、分かれました。これ正解は、丸です。お、はい、あれ押さないですか、丸ピンポン。ピンポン。いや、ブーの方、あ、もうまた間違えた。難しいんですよね。間違いますよ、これ。さっき前、教えて、そうそうそう。丸です。そうなんですよ、丸なんですね。はい、まあ、僕はあっても、もう8回目ですから、それ分かりますよ。そうですよね、分かりますよね。はい、うん、そう、乳がんは唯一、触って探せるがんなんですよ、うん、なんか他のとことかはやっぱ検査じゃないと探せない、うん、見つけられないんですけど、うん、乳がんだけは最初触ってちょっと発見することができます、うん、まあ、それが確実な確定ではないんですけど、あの探すきっかけになるので、自分でも検診ができる唯一のがんなので、うん、大切にこの、伝えていきたいなと思います、うん、はい、じゃあ続いていきます。第2問目ですね。第2問目、せーの、じゃじゃん。はい、で、まあ、触ってなんかしこりがあったなみたいなことを感じて、うん、もしかしたら乳がんかなって疑った時に、じゃあどこに受診しますかってい う, ほう、意外とわからない人も多いと思うんですけど、うん、どこに行こうかって迷った時、じゃあどこに行きますか。 A 婦人科、 B 内科、 C 乳腺外科。じゃあこれよっちゃんに答えてもらいます。なるほど、はい、え、でもこれあ、よっちゃんって俺、うん、よっちゃん、僕ね、うん、よっちゃん、はい、いや急にあのいや急にあ、すいません、広瀬さん急にニックネームで呼ぶから誰ってなっちゃって、俺かと思われます。スパイとかって言ったら俺でしたよ、幼馴染急な広瀬さんお願いします。はい、じゃあ吉幸さん答えてください、はいはい、C 乳腺外科。 C ですか。せーの、はい、ああ意外に簡単だな。いやこれ乳腺外科が出てるから分かるけど、はい、もうあれ内科かなとか思いません？でもまず乳腺外科っていうその専門の外科があるのが初めて知りました。確かにそういうこと、はい、その専門のところがあるのが、うん、そうなんです、はい、専門の乳腺外科っていうのがあって、うん、もちろん婦人科とか内科にも併設されてるところもあるんですけど、うんうん、最初に見てもらうときは乳腺外科で検索してもらうと、うん、町のお医者さんとかもピックアップできると思うので、うん、もし何か疑いがあるなと思ったらそういうのを探してみてください。はい、はい、なるほど、はい、ではですね、もう一枚いきます、はい、これ最終ですか。最終です。最終問題、これ答えた人が100ポイントですね、うん、100ポイントです。ただこの権利タックにはないです。ちくしょちくしょ毎回そうですね、毎回ね、毎回あるんですけど、この問題は僕はもう何回も答えたことありますね、はい、じゃあせーの、あ、じゃじゃん、あ、忘れた、危ねえ、乳がんのしこりの特徴は A ぷにょぷにょ極度に柔らかい、うん、B 梅干しの種のように芯がある、C 触ると移動したり小さくなる感じ。はい、よしゆきさん答えをどうぞ。ぷにょぷにょか、梅干しの芯か、触ると移動するか。 A ぷにょぷにょ極度に柔らかい。正解はおマイナス100ポイント、マイナス100ポイントですね。勝ち、はい、僕勝ちです、すいません、おめでとうございます、
なんでですかこれは。これねぷにゃぷにゃ極度に柔らかいではなくて、うん、梅干しの種のように芯があるっていうのが正解です。固めなんですね。固めなんです。動いたりするものはまあ、比較的なんだ普通のコリにものが多いんですけど、触っても芯があって動かないコリがあるんですけど、うん、そういうコリはもしかしたら乳がんの可能性があるので。なるほど、ね、そういう時は乳腺外科を乳腺外科に、はい、行っていただくと、そこでしっかりとした検査ができますので、うん、そういう時は行ってみてください。はい、はい、ありがとうございます。ありがとうございました。奈々さんのクイズのコーナーでした。ありがとうございました。でもこれ意外に知らないこと、はい、僕普通知らないことも結構出てくるんですよ、うんうんうん、男性もなるんですからね、乳がんにね。だからそういうのもどんどん勉強してきたなと思います。はい、はい、ありがとうございました。さあ続いてですけども、はい、続いてはピンクリボン体操ですね。はい、はい、でまあ先ほどのクイズでも言ったように、うん、乳がんは自分で触って見つけることができます、うん、でその見つける方法をこう腕上げてこう触るとかいうのがあるんですけど、うん、それを体操にした楽しい動画がありますので、はい、でこれの後はですね、うん、吉幸さんが、はい、ライブをしてくれるということで、はいはいはい、それも楽しみにしていただいて、はい、じゃあとりあえず最初は、はい、ピンクリボン、体操ですね、はい、この動画があるのでね、はい、それを見ていただきたいと思います。それでは、どうぞ。ピンクリボン体操第一。はい、ありがとうございました。ですね、触診で分かるようにピンクリボン体操やって触診で分かりやすいのでぜひ試してください。はい、それではですね、続いてですね、ゲストの広瀬義行さんでライブを行ってもらいます。2曲続けて桜とサーフをよろしくお願いします。それでは広瀬義行さんでライブです。どうぞ。春なんで桜という曲を、卒業新しい旅立ちそういうものをテーマにした曲です。そこに初恋のニュアンスを乗せて作りました。桜。
されていたって終わらない、教科書などないから、苦しみは過ぎてくるから、風に吹かれながら、雨に打たれながら、続いてるささくれだったこの道のどっかで、今日ももがき桜でした。時間もあと1分ぐらいしかないからどうしよう。まあ5分ぐらいまた取っちゃうから時間的に。はい、すいません、ちょっと時間の関係でこの続きはあのライブでということで、すいません、ちょっともうごめんなさい、ちょっと時間が押してるんですいません、これで失礼します。ライブは近々ですか、ありますか。アルバム作って一気にドカンとやりたいなと。ドカンと、いいですね。ぜひ来てください。はい、はい、すみません、ありがとうございました。素敵でしたね。いや、うっとり、うっとりですね。うっとりしますね。はい、ありがとうございます。なんか色がね、見える、なんか情景というか情景がね、うん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 、ありがとうございます。声やっぱかっこいいっすね。かっこいい、すごいかっこいい。いや本当に。おお。今のナナさんの発したやつですか。すいませんね。ナナさんの音ですかね。これは
あ、もう素敵。BGM みたいにもうかっこいいな。すげえかっこいいじゃないですか。すごい。ありがとうございます。え、アルバムが？アルバム。もう告知ですよね、はい、もうね。今年発売予定ですね。あ、そうなんですね。今年発売予定。ちょっと5月、6月押していくかなっていう。少しで。はい。今頑張って作ってます。はい。ありがとうございます。そちらもチェックね、一区一チェックしていただいて、はい、はい、ありがとうございました。広瀬義行さんのライブでした。ありがとうございます。素敵でしたね。ありがとうございます。ということで告知タイムに行きたいと思いますか、はい、ね、告知タイムに、はい、はい、そしたらですね、うん、ちょっと私たちの告知になるんですけど、まずはもうずっと吉行さんがもういい感じの BGM をありがてやっていただいて、ありがてありがとうございます。ありがとうございます。はい、じゃあここが多くですね、うん、ですね、今回ですね、うん、いつだ、日程は、日程が4月23日です。はい、4月23日に、はい、ジャムレックというですね、はい、イベントがあるんですけども、うん、はい、そのジャムレックにについて説明するのかな、はいはい、ジャムレックについてですね、はい、ジャムレックはですね2012年から東京や大阪で開催されている総合エンターテインメントイベント、はい、ダンサー、シンガー、ジャグラー、お笑い芸人、マジシャン、書道家などあらゆるジャンルのパフォーマーが集いますと。今回はですね番外編ということで日本をテーマにしたイベントになってて、うん、古き良き和や、うん、J-POP、演歌、アニソンなど、うん、あらゆる角度から見る日本の良さをパフォーマンスとして、繰り広げ、そして今回はですね僕たちがですね、はい、ロビーでですね、はい、ロビーの空間で和の香りを演出させていただくことになったんですけど、うん、あ、私がね、あ、そうそう、ここはあなた、なんで俺読んでんだよここ、奈々さんがねやるんですよね、私が、はい、はい、私がアロマの、うん、香りで 和の香りとしておもてなしをする、うん、担当になったんですけど、うんうん、とは別に、ピンクリボンアートフェス準備中 の、はいね、はい、はい、ブースを出させていただくことになりました。ありがとうございます、はい、でそこで、和につなんで、うんうん、まあ、私のこの作った、こちら映りますかね、すみません、フリップ、フリップの、あ、一旦これがこっちですね、え、あ、大丈夫、映ってますかね、すみません、はい、ピンクリボンのアートフェス準備中のマークがこの水引きをイメージして作ってるので、うん、水引きのグッズを販売しようと思ってちょっといくつかだけ持ってきました。こういう今日ね、よっちゃんが、あ、ごめんなさい、広瀬義之さんが幼馴染み、もう全開じゃないですか今日、奈々さん今日全開ですね、なんかね、誰とかぶってる8回目にしてちょっとなんか良さ出しすぎじゃないですか、はい、今つけていただいてるですねつけていただいてる、そう、あ、こっち、はい、これですね、ちょっと見せて、はい、見えるかな、はい、ピンバッジっていうんですか、ピンバッジをね、うん、水式をねイメージされたピンバッジ、なんかさりげなくつけると可愛 い、はい、おしゃれですね、うん、おしゃれですね、はい、すごいいい感じと、ヘアピン と、あとこちらがポチ袋、ポチ袋、はい、500円がちょうど入るんですけど、サイズですね、はい、なんか取っときんしゃいって、取っときないよって言う、はい、取っといてねとか、ありがとうとかいう言葉に添えて、はい、まあ、出演者になるほど、ね、プレゼントするのもいいかなと、もう出演者に500円っていうのもなかなかですけどね お気持ちなんでね、お気持ちでね、うん、はい、そりゃそうですよ、はい、はい、ありがとうございます、そういうのにも使っていただくと、はい、っていうブースを僕たちがね、はい、はい、出させていただきます、ね、はい、僕もですね当日、うん、はい、お手伝いということで、はい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 、行かせてもらうんですけども、はい、そこで一緒にね、うん、はい、やってどんどんなんかこのピンクリボンというか、はい、ピンクリボン活動というかね、はい、それを広げて、はい、行きたいなと思います、はい、イベントしないのすごい面白いんですよね、はい、そうなんですよ、うん、和のイベントで前回のちょっと見たんですけど、うん、習字をラーみたいですね、はい、だ本当にいろんなね、さまざまなジャンルの方が出ていただけるライブなので、うんうんうん、本当に多分飽きることはもう一切ないと思います、ずっと始めから終わりまでずっと楽しいと思いますよ、はい、楽しみですね、私も楽しみです、うん、はい、はい、お時間ある方はぜひ、はい、4月23日の新宿レニーということでね、はい、という会場から始まりますので、はい、始まりが18時15分オープンで、はい、19時スタートになりますね、はい、6時15分、はい、で7時からスタートということで、はい、夕方ですね、はい、はい、ぜひそちらの方でもね、はい、はい、お越しください、よろしくお願いします、お待ちしております、はい、ということでありがとうございます、はい、ありがとうございます、
まあ、このジャムレックの主催のしゅんさんという方がいらっしゃるんですけど、その方が、ナナさんに僕をね、紹介していただいて、まあ、この番組のスタートみたいなの人物、ね、海の親みたいな方がの主催のイベントなので、はい、ぜひ、ね、なんか本当にぽっちゃりしたお笑い芸人のいい感じの人いないですかっていう投げかけをしたら、したら俺が来たんですね。ってことは俺は嫌じゃない。やめてくれ、それは。やめてくださいよ。てかしゅんさんもしゅんさんもぽっちゃりの男のお笑い芸人、俺ドン入ってくんなよ。いいけどね、別にぽっちゃりで。ぽっちゃりなんかふわっとした、ぽっちゃりって言ってないかもしれない。ふわっとした。そうですよ。でもプラス奈々さんも失礼よ。なんかぽっちゃりとしたってもうデブよこせみたいなことでしょ。デブじゃダメなんです。デブじゃダメなんです。デブじゃダメなんですか。うん、硬いイメージの番組じゃないですか。なるほどね。テーマ的にもちょっとふわっとした、はい、優しそうな、素敵な男性が。いやでもね、優しいし、ね、そうですよね。本当ですか。人からも柔らかいから。うわー、しゅんさん褒められてるよ、ね、ありがとうございます。はい、はい、よかったです、本当に紹介してもらって、はい、ありがとうございます。はい、そこで僕もですね、もう一つそのジャムレックっていうイベントと、僕ニヤニヤっていうイベントもしゅんさんがしてらっしゃるんですけど、そのニヤニヤで僕がメインで MC させてもらってて、そちらもですね、今月にまた、ありますので、それはいつですか。ですね、4月のですね、27日だったっけな、曖昧、はい、そう、金曜日なんで、20、あ、合ってましたね、4月の27日にありますので、もしよかったらそちらの方もよろしく。こちらであるんですか。こちらです、六本木の毛布東京という会場でありますので、そちらもぜひよろしくお願いします。何時から、ですね、時間は夕方です。よろしくお願いします。ざっくりしてるけど、ツイッターでやってますので、よろしくお願いします。はい、坂木原拓也です。あ、そうなんですよ、ツイッターで、奈々さんもやってますし、僕もツイッターをね、やってますんで、僕榊原拓也ってやれば出てきますし、私はなんかな、わかんないですね、服部奈々でやってますかね。はい、ちなみにやってますか。やってないですね。あ、やってないですか。やってないですね。あ、いや、そうなんですか。なんか見れ、広瀬さんを知る何かありますか。ホームページだったり。そうですね、まあ基本的にこう、あんまり、まあ SNS、Facebook とかやってるんですけど、なんかこう いろんなことをやりすぎて、それにばっかり気が取られるのはすごく嫌で、なるべくそういうのはやらないようにして、ちょっと侍でも分かります。なんか、媒体が多くてもね、分かんなくなっちゃう。私も何で出してるかも分かんないぐらいです、ね、それは奈々さんの問題があるよ。それはそっかそっか、はい、ということで、ね、こんな感じでやっていきたいと思いますので、ぜひともよろしくお願いします。はい、ね、あとなんかちょっとだけ時間あるんで、もうちょっと広瀬さんに質問とかしてもいいですかね。はい、ありがとうございます。まあ、実は今日は何、京都から来てくださってるんですけれども、はい、京都どうですか。いいですか。京都どうですか。ね、京都合う、合いますよね、すごい。ご出身が京都なん、京都の真ん中じゃないんですけどね、京都は外れのちょっと隣町の亀岡市っていうところなんですけど、だからいわゆるその皆さんがイメージされているような京都とはちょっと違う。はいはいはい、あ、そうなんですか。まあでもいいところですよ、京都は。東京も面白いですよ、はい。僕ね、関西圏行ったことないんですよ。あ、でも私もあんまり行ったことない。マジっすか。ちょっと通り過ぎたぐらいしかなくて、僕滞在時間とかも全然なくて、だから僕に、そうなんですよね、西の方行ったことなくて僕。まあでも東京入れたらこと足りますもんね。いろんなもの、そうなんですかね。いや、でも行ってみたいな。京都って有名なのっていろいろありますよね。どんなのもあるんだっけ。まあ清水寺とか仏閣とか、まあ、そういう有名なところより、普通に路地裏とか歩いてるのが一番京都ですよ。そうなんですか。人が多いから、有名なところ行くとしても、路地裏も結構和な感じなんですか。京都の街中のね、そういうところがやっぱり隠れスポット的なね、かなと思うんで、皆さんどうでしょうか、知りませんか。ぜひとも、ね、まあ、もちろんメジャーなところも素晴らしいですよね。今人がすごく多いんで、そう、ね、あ、まあ、そう、観光地ですもん ね、 すごいいらっしゃいますからね。まあでもそういうね、注目されてないということか、そのね、路地裏にもいい輪があるということで注目していきたいと思います。ね、はい、もう一問ぐらいでいけるんですか、ね、もう一問ぐらい。そうですね、なんか夢とかありますか。夢ですか、はい、まあ多くの人に感動であったり、希望であったり、勇気であったり、
勇敢さであったり、そういうものを与え続けることですね。素晴らしい。初めから終わりまで全部かっこいいですね。本当に。まあ最初から用意してましたけど。ありがとうございます。はい、素晴らしかったですね。はい、はい、でそれではですね、うん、次回のあのコメント。次回の、はい、ゲストの方はですね、はい、振付家のカオルコさんという方にお越しいただきます。うん、はいはい、何度か番組でも紹介してるんですけど、うん、踊るホラーレストランという、うん、映画がありまして、バリアフリーの映画で、何ですかね。まあうん、完璧を求めないっていうところとか、まあ、いろんなこうメッセージのある映画を、はい、作られている方でもあります、うん、まあ、そのカオルコさんが、次回はゲストでいただきますので、はい、次回は5月14日ですね、はい、月曜日また15時半からこちらのシューズさんからやりたいと思いますので、はい、こちらもぜひよろしくお願いします。ではですね、はい、本日ゲストありがとうございました。ありがとうございました。ありがとうございました。まず最後もね、はい、この後ですね、はい、あの音楽をあのエレクトリックダウナメソッドの方をね、はい、見ていただきと思いますので、はい、じゃあ今回本当にありがとうございました、はい、本日ゲストは広瀬芳之さんでした。本当にありがとうございました。はい、また次回よろしくお願いします。噛みましたよ、ね、あーやだーやだー。広瀬芳之さんです。ありがとうございました。覚えてきただろう。